で番組丸10年記念今週気づいたこと。TFM のディレクターは美人。月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力。らしいんですよ。だから10年前の10月の2週に始まったんで、今日10月1週ですから、ちょうど今日が切りよく10年ちょうどっていうことなんで、まあそういう意味も含めて TFM の話から入りますけども、久しぶりですよ。よそのラジオ局に行った。しかも何ていうのかな、壊れていった感じっていう、これは日本放送何周年記念で出たんだけど仕方なくな感じすごい。向こう側もなんかわかんないけど、あいつ長くいたから一応出さなきゃ魔人じゃねえの空気みたいなちょっとあって行って、でお互い俺も行かなきゃ魔人じゃねえの空気のまま終わってったんだけど、なんかねホリプロのまた何周年記念みたいなのの企画で、なんかホリプロのタレントが全員こう昔話を読んで CD にして、それをなんかこう学校機関にこう、まあ、売りつけるんだか配るのか知らないけど、まあなんか暴利をむさぼってまたやんでしょうね。これは教育だから助成金とか出んだろうからお前ら早いんだよみたいな、まあそういうなんかまあアコギな商売ですよね。そういう感じのことをするっていうんで、でまあそのホリプロが大体こうみんな揃ってなんかやるっていう時に一人ポツンと抜けることでおなじみの伊集院さんなんですけども、さすがに空気的にまずいっていうのちょっとその昔話を読んでみるってことで興味がなくもなかったんで、ほんでこうやることになったんですよ。それこそあれ宮崎美子さんとか、上はね宮崎美子さんとか、それからあと あの人なんつったっけ、熱中時代の校長先生の息子、熱中時代の校長先生の息子だよ、船越英一郎、船越英一郎メインでもう思い出せんだろ普通。まあそれでその、そのあれだよ、船越英二の昔金玉袋の中にいた人ですよね、いた人ですよね。でまああれですよ、船越英二のザーメンだった人ですよね昔ね。まあそのそれこそ英一郎さんから始まり、若い子あれ誰まで出んの、若い子全員なの、全員マジで、あ、そうなんだ。アビルユーとか坂道コロコロとかアビルユーは出るけども、アビルユーは出ないの、アビルユー坂道コロコロは、アビルユーは出るのね、坂道コロコロはいないの、ね、なぜかなぜかね、なぜかいないんですよね。文字通りコロコロ言っちゃいましたから、まあまあそんなこんなで一応ほらそうなってくると出ない人イコールいない人になっちゃいますから、もうやばいって言うんで出ることになったんですけど、まあ何でもいいと。であんまメジャーじゃないその童話を掘り起こして読んで CD するみたいで、それをやってんのが、まあホリプロが一番大事にしてるラジオ局である TFM なんですよ。これでホリプロとがっちりタッグを組んでるのは、まあ、TFM で、まあ、2番目がアッコさんがやってるから日本放送なわけですよね。ねえ、でその次が FM 琵琶湖ってだから、そんな感じらしいんですけど、でいてその TFM のスタジオに行ってそれを撮ることになったんだけど、なんか綺麗なさディレクターさんがすっごいさ綺麗でさ、なんかあこういう今いろいろこう話す順番はあれなって行ったり来たりしてんだけど、歴代俺についたことは一度もないような、そういうこう美人さんで、今実はね10周年記念ってことでガラスの向こうに歴代ディレクターとかスタッフが全員揃って聞いてんですけど、まあパッと見回してても漫画みたいな面のやつばっかり、漫画面ポンチエ面ばっかりじゃないですか。まあその F 棟の人綺麗でさ、みんな揃ってんのかな、あれだ、俺のせいで飛んでっちゃった千野さん以外は全員来てた、あいた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 わー、すごいなあ、みんな揃ったりするんですけど、まあ、その綺麗なさそのディレクターさんがいてさ、でまあ TBS はわがまま勝手にやらせてもらってるじゃないですか、だけど初対面だったりするからさ、なかなかこう俺にも壁があったりするわけですよ、そういう意味では。そしたら最初に何の動画をやりたいかっていう打ち合わせみたいな前にあって、その時に一番最初はまあ大体こう江戸に伝わる淫猥な話ゴケさんの性器に恋が入ってくれねえみたいな、そういう話
よね。そういう話を俺はしてんだよっていう。大根を抜いてたら御家さんの世紀に大蛇が入ってしまってみたいな、そういう取ってほしいやら嫌なやらみたいな、もう言ってるやつは全員死にゃいのに、伝承してるやつが全員死にゃいのにみたいなやつをまずリクエストしたんだけど、それはちょっとと、なんでと、なんでじゃねえよ 100% だそんなので、それでダメだったとかしてさ、で最終的にそれじゃあ僕会津磐梯山の麓に伝わるまた陰秘な話があるんですよ。陰秘な話がダメだと基本的にはそういう女性器描写が克明に出てきて大体ページ数の9割終わるようなやつはダメだっていうことになって、なんかじゃあ他のはみたいな話になって、それでいて俺落語の頭山って話が好きだから、この頭山っていうのはいろんなところで公伝されているんで落語としても残ってるけど、その童話としてもあるはずだから、その落語はダメならば、童話のカテゴリーの中で探してそれがやりたいっつったらやっぱ探してきてくれて、その頭山のなんか頭山をもうちょっと無残にしたような話でなんかこうもうね頭山って話で寂しくやってるケチな男がいて、落語の方はケチな男がさくらんぼの種をこうかまずに、しかも出さずに飲んでってたら頭の頂上から桜の木が生えてみたいな話なんだけど、それものっけから完全にアル中の男なのね完全にもう酒でやられてる男がいるわけで、いてそのやられてる男がの毎晩飲んではもう居酒屋の前とかで寝ちゃうんだって。でそうすると人間のクズだと、ね、こんなとこに人間のクズがいるっつってちょっと飲んでたやつらとかはこう蹴っぽったりしながら帰ってくんだけど気がつかねえと、で気がつかねえぐらい泥酔してるダメな男がいるわけですよね。もちろん食の方もあぶれてる男がいるんですよ。でいてこいつバカだからっていうんで、なんかこうある日みんながなんだっけな、柿を食ってたその町内の若い衆が全く人間のクズが寝てるななんて話になって、柿の種をこう顔とかに貼ってこう なんだろう、面白いな天然痘撲滅キャンペーンみたいなギャグやってこう気づかねえみたいな、ね、まあ、村の竹のりみたいな、おい村の竹のり似てねえかみたいな、をずらして千馬さんをみたいな感じのやつをやってたらしいんだよね。まあそれは原文にはないけど、そこは公伝されてないけど、やっててもう起きねえんだこいつバカだから、で酔っ払ってぐでぐで起きなくて、そのうちそのハゲ頭に柿の種くっつけたまま家帰っちゃうわけで、起きたら柿の木がなってて、ほんでしたらその柿をね、でこいつはこの柿売れねえかなと思って柿売りに行くとすごい売れるんだけど、こっからだけはちょっとダークで、柿を売ってる八百屋さんたちがみんなでこいつ襲うんだよねこんなことをされたらたまんねえっつって怒んない。で柿を売ってる八百屋さんたち闇討ちであって、柿の木を引っこ抜かれるわけ、頭から、ね、根元からで、だってさ考えてみ、ハゲ頭に根を張ってる柿の木だよ、それもそう柿が生えるぐらいに、それを力ずくで抜いてんだよね。脳症もちょっとは持ってかれんぜ、そんなどう考えたってねえ、無理無理無理っていかれるじゃんか。ほんで実はやられちゃうわけ。下次今度、まあそれから先はちょっと頭山に出て、頭山は桜の木のところにいっぱい人が来るからうるさいんで自分で切っちゃうんだけど、そのこう、切り株が残んない。でその切り株のところに今度ねキノコが生えてくるのね。それが怖いんだ俺の中で。頭山ではキノコじゃなくて、あれは桜から釣り堀ぐらい、あの池ができて釣り堀ぐらい流れなんだけど、そこに一旦キノコってワンクッションが入って、そのまああれなんだろうね、頭のところにちょっと残った柿の木の跡みたいなのが腐れて菌がついたんだろうね。ものすごい量のキノコが生えて、もうなんかお前江戸なのにちょっとソウルフルの頭になってんじゃんみたいになっちゃったわけよ。こうすごくねえ、それとしたらバブルガムブラザーズブームみたいになっちゃったらしいの、その頭が。でそのキノコもまた売るんだけど、またキノコ業者たちが冗談じゃねえと、ね、この切り株をもう根こそぎやんだよ。もうこんなことやられたらうちの雪国前竹が全然売れねえって話になっちゃって、でいてもう根こそぎ抜いちゃうわけで、抜いて、ほんでその後そこにまあ雨水が溜まって、池になるみたいな、またそこちょっとまた一緒で、で池になって、自分でこう釣りをして釣った魚を売ってたんだけど、したら近所のガキとか面白い面白いって言って釣りに来るのね。そしたらその釣り針が原そこから先俺の脚色 なしで、その原文ままで、釣り針がまぶたに引っかかってまぶたが引きちぎられたり、耳に引っかかって耳から血が出たり、鼻に引っかかったりで、もう痛くしょうがねえんだっつうの。ほいでいて、もうあまりの痛さに血みどろの顔で男は考えた、死のうっていう自ら頭の、池にその身を投げて死んでしまったとさっていう終わりなのよね。で言って、まあそれは俺にしてみれば元が落語で
古典のこう伝承の道のコーナー理屈をこねてるから、そのいわゆる陰微な童話に比べたら割とこう関門をうまくくぐり抜けてスルーして原稿になって読むことにはなったんだけど、とにかく俺としてみればもう子供にトラウマが残るように読みたいわけ。とにかく子供が嫌なものをお母さんが聞かせてくれたっていうような感じで、俺もそう残ったんだから、渡前馬を最初聞いた時にそう思ったんだから。それでとにかく最初は明るく読んでるんだけども、途中から耳が切れ血みどろにっていうあたりは少し怖く読んだりしてんだけど、気づくねー不当のディレクターはこいつが私のディレクションの意に反して子供たちをいじめようとしてるってことに気づくね。ずいぶん直された伊集院さん、そこはねあまり楽しくなくなりますんでなって言われながらね、あやっぱりちゃんとよその人と仕事するもんだなと思ってね、そんなこんなですよ。で今日はだから歴代ディレクター、初代ディレクター永田守さん、ね、永田守さん、もう僕がディレクターやって僕が呼ばれた時点でかなりおじさんだったんで、よく寝てましたよね明け方3時の時報まで自分が持たねえんだもん。おかしな話で、自分がさ眠くなるような番組をさリスナーに起きて聞けっていうこと自体がおかしいじゃないですか。でその次のディレクターさんはあの今あの TBS のこのビッグハートの基礎工事の中に埋められちゃってるんで、もう来ることはできませんで、その後のまあ今もやってる池田、ディレクタープロデューサーがいて、でその次が松島ディレクターがもうソープ大好きって言ってね、またねこう構成の渡辺がソープに連れてってもらいたいらしくて変な近づき方をしていましたね。それすごい覚えてるんですよね。で変な近づき方してるうちにソープも好きだけど電車が好きだってことが分かってですね、まあうざかった楽屋で延々と電車の話だよね。ディレクションの例えが全部電車なんだから分かんねえっつうんだよねあの何々線みたいな入り口はどうだろう、知らねえそんなもんと思いながら大体やってましたね。でその次が田村ディレクターって言って、この田村ディレクターね、ウォーリーを探せをもうちょっと真面目にしたみたいな顔して、見た目真面目なんだけどね、あんた最初打ち解けなかったんだよね、まともな人来ちゃったっつって、全然まともな人来ちゃってどうやって喋ったらいいんだろうと思ったんだけど、なんかのロケで田村ディレクターの実家に行ったんです、家ワンルームマンションに行ったんですよ。そこがすごかった病理を疑うようなこれバイオハザードのロケ地なんじゃねえかと思うぐらい腐れたマンションで住んでんだよ。しかも2年ぐらいしか住んでないのに、うわあのユニットバスの四隅が剥がれて、サビ汁があのフォーローが剥がれて、そこからサビの汁が流れ出してるようなところに住んでるんで、だってあの大と小っていうトイレ流すレバーがサビで固まって右にも左にも動かないってことは、お前は運行しないんだ一生みたいなことなんですよ。そういう人だったよな。最近のゲームだとゼロに出てくるような感じね、絶対あそこに迷い込んだら最後飲酒に従って殺されんなっていう、そういう感じのワンルームマンションに住んでましたから、びっくりでしたね。文化財として保護するべきでしたよねあれもね。でその次にチノ D が来んのかな、チノ D、チノは P として来んのか、ピーとしてくれて人柱として来んだもんな。なんか最終的にプロデューサーを飛ばさないと話にならないみたいなことを万世警察から言われると、その万世警察との話し合いのうちに誰かが責任取ろうって時に、あじゃあ飛びやすいやつをさ、ね、ツーピースボールをさとりあえずね、いい弾道で飛んでるやつを一応上に添えとこうってんで、そのうちのプロデューサーがいたんだよな。あと牧岩尾位置としてはプロデューサーでいいのかな、きちんと呼んだことがないか分かんないんだよね。マキさんとかもそうですよね、いろんな人いるわ、いろんな人が関わってね、もう思い残すことはないね。もうあの綺麗なディレクターさんと俺は TFM でまた1年目から頑張っていこうっていう気をね、やっぱすっごいなんかなるね、やっぱそういう意味じゃね、ほんとな。ただね TFM はね一つだけね、パンツ一丁を拒む感じがすごいある。そういうのはカルバンクラインのパンツからはみ玉はいいけども、それ以外のなんか10パ人からげのパンツから竿が出てるのはダメみたいな、もしかしたらダメかなみたいな空気があるんだと。あとアルバイト人とかいっぱい揃ってるんですけど、このガラスの向こうのもうこの僕の10年間を支えてくれたスタッフの皆さんに朗報があります。すごくいい話があるんです。まあ僕の10年間をメインに支えてくれたのはラジオの前で
その寂しくテディベアのぬいぐるみを抱きかかえながら今日は DJ 何言ってくれるのなんていうことを期待してるね君たちだけれどもね、君たちだけども話1000分の1ぐらいで聞いておいた方がいいです。でそれだけどもスタッフに話がある。TFM とそれとあと三浦淳さんの番組に前出た時に、J-WAVE に行ったりあとまあそこに日本放送ちょっと行ったりっていうのが本当にここ10年間にラジオ局に出入りした何回かなんですよね。なんですけどその J-WAVE とかその TFM に昔のね知り合いのもう今回も原田さんってすごい懐かしいディレクターさんがいて、あれ原田さん日本放送はみたいなことしたら、いいじゃんそういう話やみたいな、ね、俺辞めた時日本放送で結構偉かったじゃないですか、うん、まあそういう話やまあみたいな感じだし、それ J-WAVE の時も湯浅さんっていう僕のすごい世話になったディレクターがいて、あれな湯浅さんなんでこのだって日本放送のエース級のディレクターだったじゃん、ね、いつ辞めたの、うん、まあ伊集院君とほぼ同時だよねなんでいいじゃんみたいな、俺に関わった世話になったディレクターが一切日本放送に残ってない。だから俺に関わるとなんつったらいいのかな、あの空高く飛べるみんなすごく東京上空いらっしゃいませですよ、完全な空高く飛べるんで、あのよかったね。だからまあみんなほらラジオ局にいる組はいいけども、この間あの東大に散歩に行ったら東大の学食での厨房に日本放送のディレクターがいてだから多分日本放送ではかなりやる男だったんだけど、俺調理師免許持っててよかったよごめんもうそろそろ学生が来るからって戻っていったけれども視野が広くなる、俺と関わってるとすごい視野が広くなるんで、一番大きくうなずいてるのは血の元プロデューサーさあ、そんな血のさんも大好きでですね、いつもですねあの木村カエラと全く同じ髪型のですねヘアピースをつけてはですね夜な夜な全裸で石神井公園を歩いてるという木村カエラで、ビート。まあでもなんかこう10周年なことよりも俺にとって大事なのはあの免許の書き換えを忘れないようにしようってことがすごい大事ですよ僕にとってはね。まあそんなことで今日10周年です、別に何もやることないですよね10周年だからって言って、いや来てくれたのはありがたいよ、ありがたいけれども多分1万円札の方がすごいし、ね、それは当然1万円札なりね、薄消しの DVD の方が当然嬉しいですけども、またずるいやつがいるのよ。みんなねそのねあの好意で来てくれてるわけ、歴代ディレクターもスタッフも好意で来てくれて忙しい中ね、ね変な話あれですもん、あの10年っていうことはその初代ディレクターの永田守さんだって10年年取ってるわけですからもう眠いですよ、ね、あの頃だったら2時40分に眠くなったものが当然1時20分にはもうあれですよ、あの眠いですよね、永田元ディレクターでありプロデューサーは今はあれですよね、 TBS の DVD とかそういうの新しいの発売したりするとこにいるんですよ、ここでまぐれあたりを飛ばしてるらしいよねえ、もう居眠りしながら適当にハンコついてるうちにタイガー&ドラゴンが売れちゃうみたいなそういう感じの暮らしをしてるみたいですからね。で自分がこうすごい力入れて具志堅用高の DVD 紙を出そうよなんて別に音沙汰ねみたいなそういう感じの暮らしをしながらまあ生きてたりするんですけど、そうやってこうみんなねいろいろ忙しい仕事があるんですよね、忙しい仕事があるにもかかわらず来てるわけじゃないですか、自分のためにじゃなくてお世話になった伊集院さんのために一人だけ私利私欲で来てるやつがいるんですよね。これが元アルバイトの田代32なんですよ。こいつは本当に許せねえな。あのね話すと長くなるんですけども、田代32っていうアルバイトが見ました。もうどれぐらい前ですかね、春ぐらいまで行ったんですか、今年の春ぐらいまで行って、そしたら何を考えたのか分かんないんですけど、立派な芸人にアルバイトしながらも若手芸人ですから、立派な若手芸人になるたびに伊集院さん僕、歩いて九州の佐多岬まで行って旅をして自分を見つめ直してより面白くなりますみたいなことを言って出て行ったわけですよね。でいてまあ俺もそこまで言うんだったらもともと役には立っていないしそれはいいんじゃないのって言いながら、出発日はいつだなんて言う、出発日あれいつだっけ、4月の10 10
ゴノダが16に僕出発しますなんつってさ、んで行って、あの、高専の渡辺にさ、3トン車のレンタカー借りて、あいつ引き潰そうぜって話になったんだけども、3トン車は僕運転できないです、免許状みたいな感じになっちゃって、で行ったわけ。そしたらなんかこう、その風の噂に今どうしてるとか聞くんですよ、そのちょこ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 歩いて旅してて。で、自分もブログみたいの作って今どこにいるみたいの書いてるわけ。ほんでね、そしたらね、旅の後半ぐらいになってね、偶然ってのは怖いね、あのね、ある芸人さんと出会って、そこにすごい浸水したらしいの。ほいで、その浸水したのが、乗りやすっていう、俺の中でねえなこいつっていう、あの、もう乗りやすに心から浸水したっていうブログになったあたりから、もうお前面白くなるたびに言ってたのに、人間を磨くとか出会いは素晴らしいみたいな話になってきて、うわぁ、路上詩人増えた、気持ち悪い気持ち悪いと思ったわけですよ。それでいて、あの、俺の中では、あの、まあまあいいじゃんかっていうね、最後多分、さなみさきから、多分、あそこで何かインスパイアされて頑張らなきゃって気になってるから、さらに歩いて沖縄まで行くんじゃねえのみたいな、そうすると意外に深いぜみたいな、そういう感じのことを思ってたんですよ。したらある日突然誰かが田代三十にもう帰ってきてるらしいですよみたいな話をしてて、あ、そうなんて、旅も成功して帰ってきたのみたいな話してて、でしたらさ、なんかその何人かがちょっとでもその帰ってきたの伊集院さん知らないんですかって、伊集院さんにあの挨拶があって叱るべきじゃないですかみたいな話をするわけだけど、俺は正直もう乗りやすさんがにの元ですごい修行してほしい人だからあんま関係ないわけ自分の中では。でしたら何の音沙汰もないまま何ヶ月かずっと経ってでいて、いろいろ風の噂にあの挨拶に来たいんだけど来づらいみたいな空気になってるっていうんで、それはもうみんなちょっとあの伝言で伝えてくれっていいって、お前はあの売れてから会おうって、それだったら多分もう売れないから大丈夫だと売れてから会おうみたいな伝言してくれって言ってて、で本人としてはやっぱり来なきゃいけねえかなみたいな空気の中、渡りに船で、なんで読んじゃうんだよ、渡りに船なんだ今日らが来るのは、これは10周年を記念して僕が来たし、あ、それから伊集院さん俺帰ってきましたよみたいな感じでドガチャガにしようっていう、そういうコン簡単なんですよね。僕ギャグも入れたけどリアルですわこれ。月曜ジャンク一瞬イカル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 メモです。あのねゲラゲラメモですです。ぞベラ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 で、むしろ体脂肪率 100% 目指してますからでなんだけど、そうするとメモやめろよメモです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 。ねえ、今週は何かな、そうそう、あ、某、お、すごいっすよ。もうほら、うちワイフ、ね、ワイフとも、もうここ始まって1ヶ月ぐらい結婚しましたから、あれな、婚約中にこの番組しましたんで、で、まあ、この番組に入ると同時に、その、永田ディレクターと、今破棄したらいくらぐらい金取られるのかな、みたいな話をしながら、なし崩しに結婚してて、今、なし崩しに今10年目だったりしますけど、まあ一応その10年経っても、ワイフと僕はすごく仲がいいですから、これでワイフを連れてです。ワイフって言いたいだけじゃん。ねワイフを連れて、で、あの、食事に行ったんですよ。ね、まぁ、あ、ちょっとまた、あの、しくじってね、ね、向こう中の分際でてめえみたいな話にちょっとなってんのね。この野郎、てめえの私生活激写して、ブブカに満載させてろかぐらいの、それが、手取られて嫌なことなんもねえし、ね、で、その状態なんで、こうなんか言われてさ、あれに行ったんだよ、なんか映画見に行って、で映画見に行ったついでに、うわ、ちょっと待って、エキサイトして名前出すね俺、某有名ホテルに行ったんですよ。すごい有名なホテルのその1階とかに飯屋とか入ってるから、そういうところで飯が食いてえぐらいのね、そういうぐらいの白いお米が食いてえと、たまにはっていうね、拾った以外のお米が食べたいっていう話をされて、飯行こうかっつったんだけど、このさ、俺の中でホテルのその地下にあるようなそのレストランみたいなところの飯っていうのは相当グレードが高いわけね。俺の中ではものすごい敷居がすごい高いわけね。ね、ここの飯のびっくりするぐらいのまずさ、お前富士そばで修行してこいよみてえな飯の出てき方、それびっくりするのは値段は富士そばの5杯分ぐらい取るんだよ。まあすごくてさ、変、なんつったらいいのかな、こういう言い方は山田うどんが怒るかどうか知んねえけどもね、山田うどんって うめえ、あの、なんだろう、あの、値段とうまさのレシオを作っていくと、要するに1円あたりのうまさっていうと、山田うどんはかなり上のところに行くじゃんか。多分日本で一番1円あたりの うまさの、だって、うどん1800円だぜ。うどん、なんか、水菜う、京菜うどんみたいなやつが、1800円なんだよ。
あのね、難しいんだ。これ、比喩に出した時すごく難しいんだけど、島田屋のうどんの流水麺あんじゃんか。ね。あれを滝に落としたまま忘れてたみたいなやつが出てくるんだよ。なんかずっと、なんかわかんないけど、滝で流水麺を作ってて、もう説明書通りあげればそらうまいよ。島田屋の流水麺は。当然うまいけれども、それを、まあ、あれだよ、上から貼り付けのやつが落ちてきたりとかいろんなことあったんだろうな。それで、2日ぐらい、あ、スペアうどんと思って出してきたみたいなうどんなんだよね。もう腰のなさ、こんだけ腰をなく作るのが、小麦粉を原料にしてこれだけ腰をなく作るのが難しいようなうどん出てきて、それがまあ、ちょっとみんなに食いこうぜ今度。なあなあ、俺の言ってることが嘘じゃねえっていうのがわかるぐらいの、びっくりするようなやつ出てきたな。今時ワンコインランチだってこんなうめえのに、どういうこったみたいな感じのうどん。うどん食ったよ。うどんとあの肉じゃが定食かなんか食ったんだけどさ、すごいんだよね。その、なんか俺多分入り口を間違えたんじゃねえかみたいな、日本料理屋って書いたから日本料理屋と思って入ったんだけど、入ったら、なんつったらいいのかな、もう、ファミレスの、ファミレスなんだけど企画が統一されてない感じの、なんかこう、ノーブランドのファミレスにさ、地方のインターチェンジで入ってさ、ほいで、あれこれすごく、デニーズっぽいんだけども、アイアのいいとこも入れようとして、むしろダメな方に行ってんな、みたいな空気の日本料理屋なのよ。だけど、多分、あのホテルの、その、従業員教育はされてるから、ホテルの従業員自体はものすごい低姿勢だったりとかするのが、味と全然合わないわけ。入り口のところで案内したりとか、頭のこう下げ方とかあるんじゃないか。ごゆっくりどうぞお食事なさってくださいみたいに、ぐーっと頭下げる、そのこう下げ方みたいなやつと、そのうどんのクオリティが全く合ってないんだよね。なんかね、気持ち悪い感じ。いや、バカ野郎死にやがれございますって言われてる感じの、ねえ。その、何ですかね、痴漢の地に豚と書いて、チトン様でよろしいんでございますかみたいな、そういう感じの、なんかね、すごい。あれ、下手したら、あのホテルマンたち全員ノーパンの可能性あるんだよね。で、ノーパンだったら1800円でもしょうがないじゃん。ノーパンうどんなら。たださ、ずるいのはさ、だったらノーパンで5000円にしてくれ。ノーパンの上から普通にズボン履いてるか分かんないもん、そんなの。ノーパン要素台無しなんだよね。あれはすごかったなぁ。もう今もっとヒント出してんだけど、これヒント出すと逆に言うと一流の訴訟人が入ってると思うんだよね。そのお前その厨房以外にはすごいの入ってると思うんだよね。あの社員教育の出来方から言えばな、一流のやつが来て俺すいませんでしたって言うほかなくなるから、もうそうは言えねえんだよな。本当腹立つな。渡辺校長の平成ハレンチ学園。今週も入れなかったな。クレジットカードの番号の最後の一桁がやっぱりどうしても押せないまま、エロ動画配信サイトにまた入れないねえ、あれですよ、あの渡辺校長に言っておきますけども、僕はそういうあのなんつったらいいのかな、今インターネットでね、その青少年たちにもすごくこうエロが手に入りやすくなっているっていう現状を視察しようと思って、でもさ絶対さ校長だって僕の隙を見てダウンロードする気満々じゃないですか。なんか校長のところにうず高く積まれた DVDR にすごく嫌なものを感じるんですよね。何を撮ってる様子でもなく、おそらくもうスタンバイ完了みたいな感じすごいするんですよね。あの超硬いとか言って超高なんでちょっと高いけど長持ちするやつとかなんか買ってるのを見て、うわこいつなんかここからまたエロを持ってこうとしてんなみたいな空気出てるんですけど、まあそんなですね、まああの日本の性が大変乱れていると、特に学生の構想性に対する意識が乱れているので、そこに関してはですね、そういうことは良くない良くないよっていうね、もともとですよ、もう真面目すぎてですね、この年まで童貞を熟成させてきた渡辺校長がですね、モーモスというそういうコーナーです。リスナーの皆さんからですね、基本的にこの程度はエロに入らないでしょっていうような薄いこうちょっとエロムードのある、経験談を送ってもらって、それを渡辺校長の、判断基準で、OK かどうかをやっていくコーナーなんですけど、まあ、とにかく厳しいんで、今日ガラスの向こうに大勢いるんで、
たまに意見食い違うじゃないですか。俺はすっごいエロいと思うのにもかかわらず、渡辺校長は全然問題ねえって言ったりとか、逆に俺は全然エロくないと思ってるのに定額だ定額だとか言うのあるじゃないですか。あれに関してちょっとね、意見をもらいたいですわ。ラジオネーム、ピヨピヨピヨヒコ。今だから言えるのですが、高校2年の頃タバコを吸っていました。渡辺校長に意外にこういうのどうでもいいみたい、どうでもいいとかそれは個人で償えよみたいなところで、うちの学校は喫煙とかに関してはその、まあ法律だからやめとけよぐらいのトーンですからね、基本的にはね。スーパーの魚屋さんでバイトをしていて、休憩中に一服していると、年上でレジの S やかさんに何のタバコ吸ってるのと聞かれ、ああ普通のメンソールですと答えると、メンソールはやめた方がいいんじゃない、だってインポになっちゃうよと言われました。冷静な大人の男性を演じようと必死で、それは俗説らしいですよ、だいたいタバコ自体が下半身に悪いとも聞きますからねと返すと、ならなおさらよ、これから楽しいこといっぱいあるんだから、なおさらに切り返されて、もう何も言えませんでした。気がついたらマグロの柵を持ったまま一人立っていました。定額無期限。まあねまあね、これ食うに困んねえもん、こんな出来事がこんな出来事がバイト先だったらしばらく食うには困んねえからねえ。だからね、もうね、やっぱね、悔しいのはもう俺の行ってたそのスーパー、僕スーパーのお肉屋さんだったんで、こうその途中まですごくシンクロできるんですよ。まあタバコは僕は吸わなかったんですけど、そのシンクロできるんですけれども、そこがね、もうびっくりするようなね、なんつったらいいのかな、タイの売春宿を仕切ってる巨大なおばさんみたいな人ばっかりだったんだよね。ビッグママって呼ばれてる、その辺はビッグママに聞かねえと縄張り争いがみたいな、そういう感じのやつばっかり。カリだったから、まあ、なんつったらいいのかな、主婦っていうよりも主っていう感じの人がすごく多かったんで、なんかそこのところで最終的に思いはあんま馳せられないんですけど、まあそうなんだよね、いくつぐらい年上かにもよるけどね。でこういうことがきっと最終的にもう帰り道に絶対人妻物を借りてるもん 100%。 それはすごい思いますわ。まあこの辺に関しては校長とそんなには変わってませんよ。じゃあ続いて、ペネームバスマニア。高校3年生の時、生まれて初めて王様ゲームをやりました。校長まだですよ、まだですもうだから大学にボタン手かけてますけど、王様ゲームっつったっているあんじゃん、いろいろあんじゃんか。キング&バルーンだってある意味さ、ファミコンのキング&バルーンだってある意味王様ゲームじゃんか、あれだってね、そういうことですよね。キングダムハーツだってね、あなた王様ゲームじゃないですか。王様ゲームをやりました。放課後の教室、男8人でね、ボタンに手かけなくていいでしょ。王様の言うことは絶対、割り箸を引いて王様誰だ、おそらく大学生になったら毎日のように行うであろうこのゲームの基本中の基本の形を学ぶため必死で参加していましたが、王様を引いて、6番と7番ケースといったところで、結局は野郎同士がするだけで単なる罰ゲームの無限地獄みたいなものです。もういい加減飽きてきたところに北岡くんが王様になりました。北岡王は言います。4番が湯本さんの机に生ケツをつける。湯本さんはクラス一の美人さんです。4番はお調子者の江藤くん。江藤くんがケツを出して湯浅さんの机にケツをつけて、もう一度大爆笑。次に王様になったのが江藤くん。江藤王は王様が湯浅さんの机にチンコをつけるというやいなやチンコを出してつけました。ここから先は全員わけのわからない精神状態になり、王様が言う言葉は王様が湯浅さんの机にチンコをつけるのみになり、王様ゲームは単なる湯浅さんの机にチンコをつける権利の抽選会になりました。もう死ぬほど笑って死ぬほどチンコをつけてお開きになりましたが、僕は一度も王様になりませんでした。大学生にもなれませんでした。定額1ヶ月。待ってくださいよ、なんで定額なんですか。
ちょっとしたちょっとしたなんかテンションの遊びじゃないですか。これ王様ゲームを女性とやってるみたいなこと、それは高校生時代に絶対やっちゃいけない頃ですけども、全然じゃないですか。単にだから男のノリの遊びじゃないですか基本的には。っていうかこれもう王様ゲームじゃねえもん。王様が何番にでもないからね。岩佐さんの机にチンコつけるって叫んでつけるだけのものだから、放課後の教室でね。そういう意味では別に不純異性とかうんぬんとかじゃなく処罰は下されそうですけども、ただね俺はねこれに青春しか感じねえね。ものすごい楽しそうだもん。俺もつけてると思う。あと俺の番なんねえかな、俺の番なんねえかなとかしか思わないもんこれ。さあ続いて、これかな、ペンネームライオンさん。家でちょいとニートを決め込んでいたら、母親からニートって決め込むって使い方でいいの？ニートは決め込むもんなの？ちょいとニートを決め込んでいたら、ニートは食わねえと高楊枝みたいな、そういう感じのね、勝ってニートの王を締めようみたいなね、母親から甥っ子の運動会のビデオを撮ってこいとの命令。何でも、甥っ子の家は共働きなので運動会に行けないとのこと。にとってる立場上断るわけにもいかず、見ず知らずの小学校に出かけてビデオカメラを回す僕。すると男子リレーの選手は入場門に集まってくださいとのアナウンス。小学校3年の甥っ子は選手に選ばれており、甥の両親からこのリレーは息子が楽しみにしているので絶対に綺麗に撮ってほしいと言われてたため、後で編集用に入場門を撮ったり、後で編集用に使う入場門を撮ったりしていると、甥っ子がそばに来たのでちょっとインタビューをしてやろうということになりました。カメラの中の超絶好調を連発するチンゲも生えてないやつをチンゲも生えてないやつを撮っていると、何やら違和感が。よくよく見てみると、ファインダーの中のこう中央の新正方形小僧の右上の校舎の窓に着替え中の女性教師が見える。こちらに気づいてはいない様子。思わずそっちにズームしてしまいそうになるも、この映像を今晩親戚一同で見ることになってるのを思い出し、必死で手首を押さえました。もう行かないとと、ほんの10年前にはまだ生死だったやつに言われて撮影を休止、我に帰りました。夜の上映会では我が子可愛さに誰もそのお宝に気づかずほっとしました。撮影したビデオをパソコンで編集してやると言い預かった僕は、その部分だけ何度もズームをかけたりシャープネスをかけたりしましたが、所詮家庭用ビデオ、単なるドット絵みたいな感じになってしまいます。家に帰る親戚に、これからの時代子供の記録を残したかったらハイビジョンハンディカムだよと言っておきました。手が無期限ねえ、あの俺らの思ってるこう、そうテレビとかで切り取られるニートよりも、ニートはニートなりに気を使ってるっていうことが伺い知れてすごくいいね。なんつうのかね、もっと偉そうにしてるかっていうと、まあちょっとニトってる立場上これ行かなきゃっていう感じは僕はすごい好きですね。あとエロいね。ねえ、やっぱすごいエロいね。あのね、こう思考としてこれが小学校の女子に行くっていうことになると、そんもう俺のもう友達とか全部小学校の子供なんかいる年だからあんま行こないんだけど、まあ小学校の女教師は行くね、これはどうやったってね。まあでも絶対これあれだよね、甘い、まだビデオ編集が、あのね、ズームをかけてこの輪郭をくっきりさせるシャープネスとかかけるじゃないですか。でそれだともうぼんやりしててなんだかわからないっていうところまでわかるんですけども、そしたら他にあの助教師もののビデオを借りてきてうまくザッピングとかさせていくとなんとなく見えてくるから、なんとなくこの白いモヤモヤのエクトプラズムみたいやつは下着ってわかるから、ね、そういうのでいけるようにしないとダメなんですよ。全然わかってないんですよ。そうやってね、自分がね、その黒沢明ばりに予算をもらわないといいものが取れない、いいものが取れないと思いますけど、偶然取れたものとうまくやっていくと、まあ少し熱くなりましたけども、まあ僕は本当そういう形でね、エロビデオ編集してますよ家で。すごい編集してますから、ちゃんと頑張ってください。みんな頑張ってくださいね。ペンネーム黒板五郎。ズンズビハレンチチキバン、ズンズビハレンチチキバン、ハレンチ学園なんでもあれあれ。中学から男子校に通う高2のものです。僕は中学校の頃からサッカー部に所属していて、別段活躍した記憶はありませんが、唯一中学校2年の、頃サッカー部に
入っておいてよかったなと思う出来事がありました。ある共学の学校と試合をした時のこと。暑い中試合も終盤になってきて、もうそろそろ終わんねえかなと思い始めた頃、交代のホイッスルが鳴りました。だだ俺が交代するのかと思っていると、交代は相手チームでした。しかも僕がマークについていた相手が、うわー元気な相手が入ってくんのかよと思って顔を上げたら、こっちに向かって胸をゆっさゆっさ揺らしながら女子部員が走ってくるではありませんか。そして試合再開。僕はちょっとぶつかってみたいけど、キャーとか言われたらどうしよう、スライディングタックルを入れたいけど、ファールも怪我も嫌だとか考えていました。そうこうしているうちに女子にボールが渡ってきました。僕はワクワクしながら近づいてきましたが、女子はあっさりトラップミスをしてしまい、僕の夢は儚く終わりました。それからもパスが来そうなたびにワクワクしていましたが、まともに女子にボールが渡ることなく試合終了。でもその子のおかげで人生で一番の炎天下の中での10分間を過ごすことができました。でも削りたかった、そう削りたかった。定額1ヶ月厳しかないですか先生。結果1回も別に触れることもなくですよ、タックルも全然してないんですよね。ねねそらね、スライディングタックルした勢いでカニバサミ状になっちゃったみたいなやつはダメですよ、それはダメですよ。もしくはそれがなんだかんだ言って、あの FC 東京の外国人の選手みたいな、こうピッチに救急車入ってきちゃったよみたいな、それは絶対ダメですけども、まあね、プレイですわな、そういう意味じゃな、ある意味プレイですからねこれはね。でもそう、みんなどうしてんのかな、もうさ、俺とかその日本大、あの金ちゃんのゴールデンゴールズとかのさ、何選手って言ったっけな、片岡選手とか見てるけどさ、あのさ男子の野球部に一人だけ女子いるじゃんかね。でしかもあの子は熊本工業かなんかの結構名門の野球部にいたりするわけじゃんか。絶対ヘッドスライディングとかするときとかもあんじゃん。そういうときに絶対高校生の健全な男子だったら乳首減っちゃうんじゃねえのみたいなこととか絶対思うでしょ。絶対思うし、自分の前でこう延々とさ、こうベース一周してスライディングして次のやつがみたいな練習とかしてるときに、同じ形に重なりたいって思うでしょ。ホームの前のとこで同じ感じになりたいみたいな、そういうのになるでしょ。でしかもさ、最近さアンダーシャツとかもすごいピタッとしたやつ流行ってんじゃんなあもうそんなのな、むしろ高校生らしくプレイしろって言う。よくさ高野連とかさ、高校生らしく高校生らしくって言うけどさ、それでなんとも思わないやつは高校生らしくもなんともねえよ絶対にな。絶対わかんないけど、あのスライディングパンツとかよかなぐらいのことを思ってこその、あ青春は君に輝くですよ。それはどう考えたってそういうもんだと僕は思いますけどね。どうなんですかね。で珍しいじゃん、こう可愛いとその漫画で以外ないと思うんだよね。なんかね、その可愛いと両立するパターンってしてたりしたらなあ、そういうこと。まあ先生、あの教頭の私の方ですけども、おそらく辞職の方をさせていただきたいと思います、まだまだ薄いと思ってもこういうのはいっぱいありますんで、どんどん校長が教育していきたいと思います。ハレンチ学園、郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字からハレンチのっかりまで、ネットからもフォームに従って、投稿していただくことができます。伊集院光る深夜のバカ字から、ということでね、今日は何か普通の放送なんだけど大勢スタッフの方に人がいるっていう不思議な感覚になってんですけどもね、あのね、プロデューサー、まあ、特にこうこの枠の全体を総括してたことが、今もそう、菊池さんって今は 役職って何、メディア事業、まあ飛んでんだまた。ねえ、いろんなとこピャン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 と飛んでんだ。菊池さんなんて名前はなかなかここでは出なかったんですよ。懐かしいんだよね。俺が急性胃腸炎になって廊下で転げ回ってたの横通って助けてくれると思ったら、何ふざけてんのつってそのまま行っちゃったの。今でも懐かしい。ふざけるか。女便所の前でお腹を押さえながら、のたうち回るふざけ方はないよ、ラジオにはね。まあそんなこんなでね。あのね。
ずっと高校生、それからあとその後ずっと大人になるまで、なんかこうゾクゾクするようなことがあると頭の中で流れる音楽というのがあって、でそれが歌詞がないから何の音楽だかずっとわからないっていう暮らしをしてきたんですよ。でもう絵も言えない音楽で、でそれは何の時とか言ったらいいのかな、あとなんかこう物を考えてて、こう久々にあのことを思い出したなと思いながらその先進もうとすると、その音楽が鳴った時はやめておけっていう。例えば小学校2年生の時に川崎くんっていう子が急に転校したんだけど、その理由みたいのは基本的にはそれを、あそういえば理由はってなるとその音楽が流れるのさ、頭の中でそこは行かない方がいいっていう感じのやつがあって、でずーっとわかんないけど気にかかってて、そしたらね、そのでたまに思い出すのよ、その音楽最近あんまかかんなくなってるから。その例えば似てるのが明治トカチスライスチーズの音楽の明治トカチスライスチーズの音楽とかを聞くと、うわこれだ、これにすげえ似てんだよ、これにすごい似てんだよと思いながら、でもこれ所さんが多分適当に歌ってるやつだから多分そんな明治トカチスライスチーズが発売される前から俺の頭で鳴ってるとしたらなんだってことになっちゃうわけじゃないですか。したらそれの曲名が本当に何年ぶりかに分かったわ。まあ、こう話すのあるんだな、爆笑問題の太田くんがテレビ、NHK の深夜番組で、自分は向田邦子さんという脚本家が好きで、その人のアシュラのごとくっていうドラマがすごい好きでって話をしてて、この番組がまあ面白かったんですよ。で、この番組、アシュラのごとくっていうか、そのアシュラのごとくが好きだって言ってる太田さんの番組がものすごい面白くて、夜中2時ぐらいの NHK 教育をこんな真面目に見たことねえやってぐらい真面目に見てたら、その途中でそのアシュラのごとくっていうドラマの中に使われてる曲で、で、そっから芋づる式にすっごい思い出したのは、アシュラのごとくっていうドラマは、小6か中1ぐらいの時におふくろがものすごい好きで、で一切チャンネル権を主張したことがないおふくろなんだけど、その時だけはすごい見るっつって聞かないわけでいて、何か用事をしててもテレビの前に座ってアシュラのごとくは見るのよこの人は。でその NHK の普通の連ドラなんだけど、で俺はそれがすごい嫌で、そのストーリーは全然覚えてなかったんだけど、ものすごいそのおふくろがそのドラマを見てるっていうことが嫌なんだけど、見るともなくそのドラマを見てると、そのなんかゾクゾクする感じがものすごいして、そこで流れてる音楽だっていうことが分かって、で改めてあまりにその番組も面白かったし、アシュラのごとくの DVD を買ったら、なんかね、ああ子供が理解もできないのにゾクゾクした理由がすごいわかるみたいな感じで、デッドまで2分とか CM に行かないとパンクしちゃうよってこと、初のパンクとかさせてみる、いっぱい大勢見てる前でパン一回 CM デジョージャングル一瞬光る深夜のバカ力、バカ力誰だよ何カビ何だよお前ジャンクでね、そのね、アシュラのごとくのね、その音楽がね、音楽がまあ思い出したっていうのと、思いこそのアシュラのごとくの DVD を見てみたらね、まあすごいんだよな、なんかあの面白すぎる、なんか子供の頃には理解できなかった、なんかね、わかやっと分析ができた、あの女の4人姉妹みたいなものがそれぞれのエゴをむき出しにしながら、その年老いたお母さんが年老いたお母さんとお父さんがいて、お父さんが浮気をしてるってことをその4姉妹が突き止めて、それをどうするみたいな話をしてるんだけど、長女は自分が不倫をしてんの、自分が不倫をしてるでいて、次女は自分の旦那がどうやら不倫をしてるらしい、で三女は30超えて嫁に行ってない、で四女は今時の女の子で男割とこう男を引っ張り込んでって上のお姉ちゃんとかに行くとやかく言われてるみたいな立場からどうした方がいいっていうことを言うたびにすごいエゴみたいなのが絡んでくる話で、あまりにセリフ回しとかが自然だから本当の家庭みたいなのよ、なんか本当のなんかこうドラマっぽいセリフじゃなくて、本当に女の人が4人でなんかちょっと聞きたくないような話をしてる感じがするから、子供心にはおそらくうわなんか嫌な感じだなって思っちゃうのが嫌なんだと思うんだけど、斬新だなと思うのはなんかこう石田あゆみさんとがそのまだ結婚しないで図書館かなんかで書士かなんかをやってる真面目で堅物のでも結婚できないことで焦ってる女の人かなんかなんだけど、
その人がなんかこうちょっとヒステリックになった後に黙って静かになって場面代わりみたいとこに音楽が流れるのね。で、完全なホームドラマなんだよ、基本的には。ホームドラマだから、セット的にはセットのテンションとかは渡る世間とか、ああいう感じを思い浮かべてくれればいいんだけど、そこに石田あゆみと八千草薫とかがいて、流れる音楽が出せる流れる音楽がこういうこの音楽なのね。おかしいよな。どうやってもおかしいんだけど、これを聞くともう情景なんじゃで、うわーなんか怒るみたいな、うわなんか喧嘩になるとか、この人思い余ってお母さんにみんなに今言わないようにしとこうと思うのに、お母さんに突然そのお父さん浮気してるよって言っちゃうんじゃないかとか、つかみ合いになるんじゃないかみたいなのを思うよね。それがね、不思議なドラマなんだよね。不思議なってか、当たり前すぎて普通の会話を映してるみたいな、かといって全部計算されてるみたいなやつで、この音楽は最近俺の中でもうすごい入り出しちゃって、とにかく考え事してる時にこれ流れんだよね。嫌なこと考えると流れんだよね。あのね、なんつったのかな、この音楽の流れやすい流れるシチュエーションとして俺の合ってるのは、そのまあ、例えばね、例えばうんこをします、家でうんこをしてて、そのあうんこがすごくしたくて家に帰る途中に、これタクシーで帰っちゃおうかなと思って、タクシーで帰ったらもうタクシーの中でもすごいクソがしたくなって、でいてもうどうとにかく体を締め付けてるものを全部外したいから、履いてた革靴とかも脱いで、で変な座り方しながらやったら、やっぱりもう油汗も出てアウトだと思った時に、ふっと革靴の入り口を見たら、ここにできか。ダメだみたいな、そういうことでこの音楽俺の中で今すごい流れてて、なんか喜怒哀楽のどれでもないところにぴったりな音楽として今で、なんかそんなことをこう昨日番組終わった後にキングオブコメディと話してたら、ぴったりの話を聞いて、これどれくらい伝わんのかな、あのね、あの喜怒哀楽のどれに入るのか全然わかんない話ね。ね。んで、だけど俺はすごい好きで、あの音楽が自分の中ですごい流れてくる話ね。子供の頃のに閉じ込めてた記憶とか、子供の頃のこう記憶だと出てくるんだけれども、なんかこう、今思うと訳がわからなかったりとか、どうも自分で蓋をしてるのかどうかわからないんだけれども、たまにしか、ごくごく久しぶりにしか思い出さないようなことあるって言いながらみんなこうずっと考えてたら、キングオブコメディの高橋っていうまともな顔の方が、まともな顔の方が、こういうんでいいんですかねって話を始めて、小学校の3年生ぐらいの時にでっかい団地に住んでて、でその団地の子が全員同じ小学校に行ってて、で逆に言うと自分の行ってる小学校の子は全部その団地の子でっていう感じの環境で育てたんですけど、こうある日こう道歩いてたら、近所のそのなんて大きな建物の外にこう鉄の階段がついてるとこあんじゃんか、その踊り場みたいなところに自分たちと同い年ぐらいの男の子で見たことないやつがいて、でその二人がこっちを見ながらずっと話してんだけど、どうやらその端々に聞こえる笑い声とかバカとかいう声からすると、俺を笑ってるみたいだと思うんだって、自分のことを悪口を言ってんだなこれっていうのはなんとなくわかるんだって。でも見たことないよあいつらと思って、でそのまま友達の家とかに行って、実はこういうやつがいたんだっつって、だけどこの辺で見たことないんだけど、年とか同じぐらいなんだけどみたいな話をしてたら、してまた遊び行こうと思って前を通ったら、またいて、で今度二人で歩いてるのにこう指さしてまたなんか言ってて、なあいつ見たことないだろうみたいな話をしてた、で次の日また学校行ってその話をしながら、してまた行くと、自分たちが学校からもうダッシュで帰るような時間なのに、もうしばらく前からいるみたいに、その小学生が、見たことない小学生がこっちを見てずっとまたその3人揃ってるのに悪口みたいのを言うんだって。で家帰って、そのとりあえず対策を考えようみたいなことになって、みんなでこうやって集まって5人ぐらいになって、本当にいるんだよそういうやつがみたいな話して、でだけどこのうちの学校に
いるやつしかこの辺住んでねえじゃんみたいな話しながら行ったら、やっぱりその階段の高い踊り場のとこにいて、そいつをこう指さしてみんな喋ってその話したら、そのクラスの中でもちょっと喧嘩っ早いやつっているじゃんか、俺ちょっと行ってくるわっつって、その階段をカン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 と上がってって上の方で話し始めて、どうなっかなと思って見てたら、次第にこう3人打ち解けて笑い始めてたりとかしてて、でしまいにはこっちの方を指さして同じ感じでまたなんか言うんだって。それでいて、あいつ降りてこねえよってなって、もう一人のやつもカン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 と上がってって、したら4人になって同じ感じなんだって。で、しまいに一人行くたびにそことなんかすごい仲良しになった上に、こっちを指さして絶対嘲笑してるっていう感じの空気が出てきて、で最後その高橋一人になっちゃったら、パッとそこに2人と自分の仲間4人で全部6人グループになってるわけよ。もうそのぎゅうぎゅうになってるわけよ、その踊り場が。それでまたみんなで笑ったりとかしながら仲良くなってて、でそしたらスーってその階段降りて向こうの方に行っちゃって、全員でゴムボールでキャッチボールを始めたんだって。ボールを回してすっげー笑いながら、でもなんか自分の中でどうしていいか分かんなくなっちゃって、しばらく見てたら、あの塾行く時間なの、まあ、いわゆるタイムリミットが来て、みんなパーってこっち側に帰ってきて、それで、ねえねえ、何だったのって聞いたら、何でもないって言う。それで、その3年生の時、高橋くんは訳が分からなくなっちゃって、家に泣きながら走って帰って、お母さん、包丁貸してって言うんだ。何に使うのって言ったら、殺さなきゃならない奴がいるんだって言って、お母さん、何言ってんのあんたって言われて寝かされた。とこまでしか前後の記憶もないんだ。で、あとも何もないっていうのを言われて、この話は何だ、この話。いや、俺の中でこれは怖い話なのかなんか分かんないんだけど、なんかこの音楽のジャンルに一番合う、一番合う話で、なんつったらひどい楽。一つは小学校3年生ぐらいが自分の中の大事なこう自分の部分みたいのをどんどん食べられちゃう感じっていうのかな、あの得体の知れないやつにどんどん食べられちゃって、最終的にはおそらくお母さんも学校の先生も全部そいつの血肉になっていく感じっていうのかな。でいて自分を食べてもらおうと思うと興味を示されない感じっていうのかな、なんか分かんない、そんな感じがして。でもこれ怖い話とは違うはずなんだよ。あの中学生ぐらいの時だったら怖い話だなって言うんだけど、今の俺の中では怖い話ではなくて、ちょっとノスタルジーみたいなものも入ってんだね俺の中では。そんな気持ちになった頃ってあるよなと思ったりとかするし、なんだろうなって言われても多分今夜中困んだろうみんな。多分伊集院さん、伊集院さん、さっきまでなんか変なあの玉袋とか言ってた人がそんなことになっちゃうと僕困るんで、じゃあ困るか一回 CM 入れようか。じゃあ土曜日夜9時45分伊集院の自宅で、自宅でお腹すいたな、食べるもんないな、なんかね、そのとっさにいい例えは全然思いつかないんだけれども、その小学校の時に家建て替えたら雨戸がすごいきちんとした雨戸がついて、その雨戸を閉めると部屋が真っ暗になるのよ。本当に何のこの光も入ってこなくなってなる雨戸だったから、それが俺すごい嬉しくて、部屋中のその雨戸を全部閉めて全く目が利かないような状態になったままずーっとこうやって部屋にいて、もう夜だったりしてって思うのがすごい好きなの。昼間から全部閉めて真っ暗で、自分の周りも一切何も分かんない形で座って、もう夜だったりして、開けたら夜だったりしてと思って、こうやって開けるとまだ朝でしたっていうのがすっごい自分一人遊び面白くなってきて、でこうちょっとこうずーっと長く閉めてて夜だったっていうことをちょっと期待してるんだけど、夜じゃなかった残念でしたみたいなのも好きなんだよね。でちょっとでも長く我慢できるようにするのよ。でいて、なんかこう、
もう夜かなと思ったり、もう外全然違う景色になってるかなとかって思ったりするんだけど、その途中でちょっと早くなってくんで、なんかね、外あるかなみたいな、外あるかな、部屋あるかなみたいな、そういう感じになってきて、でいてこうずーっとこうやってると、どこまで俺の体あるかなみたいになってきて、なんか最終的にはもう怖くて雨戸の方に向かって歩けなくなってきて、でやばいやばいと思って歩いていこうとすると、あれ壁がちょっと遠い、この感じなんだよね、この感じ、あのね、部屋ちょっと広くなってないって思う。でそれでもうますます雨戸開けたらどうなんだろうと思って、で開けるとまだその1時間も経ってないんだよね。で1時間も経ってないから普通に街もあるし、その普通に晴れてたりするでしょ。そうするとなんだろう、その時残念なんだよね。あんなに怖かったのにチェって思うんだよね。っていうことは怖いだけじゃ絶対ないじゃん。チェって思ったってことはちょっと期待してんじゃんか、あの感じ。今聞いて、俺、バカ、伊集院、その例えじゃねえんだ、これだっていうのがある人いると思うんですよね。俺よりちゃんとしてる人いると思うんですよ。なんとなくまとまんないけど、ちょっと書いてみるわって人いたらちょっと送って。ネットに送るコーナーがないんで、はがきで送ってください。はがきか封書で送ってください。で、まあ、この感じだから延々とやられても困るだろうから、コーナーになるか、俺が、番組始まらないで一人楽しむかはまあ別として、ちょっと聞いてみたいんだよね。この感じでいて全員が何言ってんのお前ってなってたらどうしよう。ね、全員お前の言ってること延々と14分間分かんなかったよって、まあいいや。さあ、一応郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字から、なんだよこれ、あ、ずーわーのかかり言えねえ。部屋広いのかかりまで、どんどん送っていただきたいと思います。それじゃあコーナー、あの時君は、音楽は記憶のポストイット、街角で耳にした古い流行歌が僕の青春の1ページを開きます。青春時代クソミュージックボックス、お相手の伊集院光です。こんばんは。早いものでもう10月ですね。2005年もあと3ヶ月弱ですね。この2005年、あなたにとってショックだった出来事って何かありますか？僕はないです。別にないです。さて、自分のですね、青春時代の思い出とともに懐かしいヒットソングのリクエストをいただいているこのコーナー、今週は一体どういう曲がかかるのか本当に楽しみですね。1980年代前半といえばこうアイドルの全盛期ですね。たのきんトリオですとか松田聖子さんといったアイドルたちが日本中のこう若者の心を掴んで離さなかった。ちょうどその頃中学生だった僕はですね、10月って英語でセプテンバーって言うんだっていうのを覚えました。それではですね、今週もリクエストの方、落ちとかはないですよ別にね。オクトーバーが正解なんですか。いや、そういうのも引っかからなくていいですよ別に。僕はもうそう覚えたんですから、全然もういいです。そんなの僕もセプテンバーかなオクトーバーかなと思って2択間違えちゃっただけですし、何しろ大体そんなことより根本的に僕のトークなんか必要ないんですよ。音楽番組っていうのは音楽バンバンかけてればいいんですよ基本的には。それでそのみんながなんかうざうざ面白がって喋られるように音楽の方がいいなみたいに思って聞き流してんのが音楽番組のいいところなんですからね。いちいち引っかかんないでくださいよ。ちょっと怒ったついでにちょっとスタッフにちょっと注意しておきますよ、ミキサーの岡部さん。ね、番組この10年間の中でどれだけ長くミキサーやってんのかってこと、これちょっと言わせてます。すいません本当にね、今本当にちょいとしたマグワイの BGM として音楽番組を利用しようと思ったから大変申し訳ないんですけど、いつも言いますけど曲がかかったらマイクのスイッチを落とすんですよね。でそれマイクのスイッチ落とし忘れるから、いつも僕の口ずさんでる僕の曲がオンエアされてるって抗議がバンバン来てるんですよ。でしかもね、なんかね、一説には歌詞が違うと、そりゃそういうの古い歌を歌ってるからうろ覚えのやつもありますから、結局それを解決するには僕が歌詞を覚えるとかよりも
ミキサーの岡部さんもこのマイクのスイッチをちゃんと切っといてくれればいいんですよ。今日も絶対気をつけてくださいよ。本当に気をつけてくださいよ。それじゃあですね、まあまあなんていうんですかね、決め事は終わりましたんで、ここで、1曲目ですね、ペンネームダーシマさん、それからペンネームマカロニ男爵さん、同じリクエストをいただきました。同じ曲にリクエストをいただきました。伊集院さんこんばんは。私は40歳のタクシー、トラックドライバーです。僕がリクエストしたい曲はダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀です。この曲は私が中学生の時に大ヒットした曲で、不良に憧れながらも打ち気でなかなか弾けられなかった私はリーゼント姿でかっこよく歌う宇崎竜童さんに自分を重ねながら聴いていたものです。聞いたところによると伊集院さんも昔はリーゼント姿でブイブイ言わせていたとかですから、伊集院さんぜひこの歌をかけてください。お願いします、ね、これほとんどセリフの曲ですよね。まあ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 、ちょっとな、当然の渡辺さん、何そのやりたい放題ってどういう意味ですか。やりたい放題の意味がわからないですよ。構成の渡辺さんはこのコーナーだけは黙って音楽を聞くこと、それからミキサーの岡部さんはマイクのスイッチを絶対切り忘れないことで、僕は音楽って楽しいっていうことをまた再認識しながら番組を続けるためにうろ覚えの歌詞で歌を口ずさむこと、この3つだけです。つまりはそれではダウンタウンブギギバンドで港の陽子横浜横須賀。前にテレビで二宮清純がロバート・デ・ニーロの演技にケチつけてたよ。間が悪いってさ。蜂蜜塗ったの誰？ねえ、僕の靴の中敷きに蜂蜜塗ったの誰？ああ、玉袋が昨日と同じぐらいかゆい。ガリガリ君が当たった夢見た。ご飯から何か出てきたよ。順番逆でもある意味発芽玄米だね。ババア、俺の部屋に勝手に入んなよ。オールレーズン、それは食う。あややに告白されたらどうしよう。警察からの電話をぶっちほう。意外にうろ覚え。ああ、またまた、これ赤いのピーカ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 。待って、お前オンエアされてんじゃない、これオンエアされてんじゃない。それで案の定やりたい放題じゃない、これさ。全部セリフの歌、替え歌にしたら全部そら何でもいいじゃない。もう別にね、まあ、替え歌っていう言い方語弊はあるけど。いや確かにね、皆さんね、リクエストに歌詞カードを添えてくれるんで、それで僕いい気になってこう歌っちゃうんですけども、ちょっと皆さんに歌詞カードに間違いがあることが多い。いや、いいんですよ。最終的にはそのミキサーの岡部がこの、マイクのスイッチさえ切っとけば何の問題もないんですけども、皆さんね、ちょっと歌詞カードやりすぎじゃねえかっていう。だってね、ねえ、僕の靴の中敷きに蜂蜜塗ったの誰ってとか言ってるだけですしね。あと、玉袋が昨日と同じぐらいかゆいっていう報告も全然宇崎竜童さん多分してないと思うんですけどね。まあその2行以外はもうほぼ忠実に港の陽子横浜横須賀なんですよ。またね、これいいターゲットになってるみたいで、皆さんからリクエストが被るんですね。港の陽子横浜横須賀延々とおかけすることもできますけれども、まあ相当僕の調子のいい時以外はこれは採用されないと思って、このリクエストはおかけできないと思っていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。だってすごいと思うのは脈絡がないですから。これリクエストくださったペンネームダーシマさんとペンネームマカロニ男爵さんの書いてくれた歌詞が半分ずつぐらい入ってるんですけど、別に何の違和感もないですよね。っていうか違和感しかないからみたいな、そういうこう自分のお気に入りのセーターにタバコの焦げ跡を一個つけるとすごい気になるけど、タバコの焦げ跡だらけだったらヒョウ柄じゃねえのみたいな、そういう感じになるのとも基本でも同じことですよね。さあ、じゃあ気を取り直してですね、みんなちょっと本当にお願いしますよ、ね、他みんなで懐かしい音楽を聞いて、それでいてそのなんていうかな、この曲がかかっ
ってた頃あの自分のお父さんとお母さんに喧嘩が絶えなかったなみたいな、そういう風な感じにこうな、記憶のインデックスのコーナーですから。で次なんですけども、ペンネーム枝豆ちゃん、伊集院さんはじめまして。先日私と主人と3歳になる娘の親子3人で回転寿司に行ったんですが、生まれて初めての回転寿司に娘は大興奮。店の中を走り回るってもう大変でした。でも次の日娘を見るとご機嫌に歌っています。初めのうちはああ言ってるので何を歌ってるのかよく分かりませんでしたが、途中から寿司食いねえという言葉、どうやら店の中で流れていた曲がとても気に入ったようです。学生時代大の渋垣隊ファンだった私、今では娘と一緒になってこの曲を歌っていますね。これあれだよ、あの皆さん例えば採用されなくてもがっかりせずにそのまま生島さんの番組に出すと普通に採用されますよ、ね、いいとこツボ全部ついてますから。さあそれではですね、これあれですよ、あのこれだけはミスしてほしくないのは、一番頭のところでね、あの必ずね、あのいいセリフ、息のいいセリフから入りますから、あそこを聞かないと意味がないですからね、あのマイクの操作あれ早めに切って、早めに切ってくださいね。さあそれではいきます、渋垣隊で寿司食いねえ、キムヨンジャー。チョコ父ちゃんのヨナヨナ眺めて激勃起ガラナトングでつまんだクッキーパンツ、これ誰のシルクロードに埋めてこい、ガンダーラ。ここの寿司屋は元軍人、ベトナムで戦死したはず。母さん森に売ってくれ。あペレペレペレストロイカじゃ。と思って食えばタコ、あいつね、ポケビの CD カラスよけ、千秋のベイビー、サンドイッチにイナゴハサミ、遠足へ、ばあちゃん孫からバリ雑言、インパクト、パリで転んで膝を割れ、ノムさんの ID 主因、カツノリ大絶賛、チコツ、キズチ、コンコンコン、派閥争い、チュルルン小町にまみれて死んだ、大満足だね、死に顔素敵、夢か。もう何でもいいわ、もうで何でも元気に歌えば、元気に歌えばいいですね。もうね、まあまああの DJ 思うのDJ 思うのよ、番組開始前にこんなもん歌ってねそんな向田邦子もそんなやつに評されたくねえってどう考えたってもうね、ここの寿司屋は元軍人ですからここの寿司屋はのこの部分しか合ってないですから全然でね、あのやっぱりずるいなと思うのは、途中の叫びとかあるじゃないですか、叫びあの歌の節にあじゃないとこってあるじゃないですか、もうやりたい放題するんですとかヘイらっしゃいがキムヨンジャに聞こえることは絶対ないと、記憶違いなわけじゃないですか、ね、ヘイらっしゃい、じゃあ何ですか と、このリクエストをくれた、枝豆ちゃんは小さい頃からずっとあそこのところはキムヨンジャーって言うと思って聞いてたってことですよね、これね、エロい形のジョークチョコ、父ちゃんの夜な夜な眺めて激イボッキガラナガラナじゃねえトングでつまんだクソつきパンツ、これ誰のシルクロードに埋めてこい、ガンダーラ。ここの寿司屋は元軍人、ベトナムで戦死したはずだ面白いあのね、どの歌に力があるかってのはすごいわかるね、逆に歌ってて気持ちいい歌ってやっぱ力のある歌だわどっかこれってさ、わかんないんだけどさ、カラオケボックスとかあるじゃんか、カラオケのダムとかでさ、歌詞だけこれで配信してくんねえから、ね、選べるようにできねえのかな、どうしたらこれを歌本みたいにするじゃんか、どうしたら著作権に違反しないのかな、
これをじゃあさ、これを例えば、まあ、寿司食いねって書かないでね、もうこう書かないで発行するとするじゃんかね、分かる人のためだけで発行するとしますよね。このここの寿司屋はっていうとこだけで訴えられるのかな俺ら、ね、これは誰々さんの歌詞ですっていうのがもうぜひぜひね出したいですよね。あのカラオケの CD みたいのにと合わせて売りたいですよね。あのカラオケの CD をこの番組でコンピレーションで出して、歌詞カードだけは普通の歌詞カードと別になんだか分かんない小冊子がついてればいいわけでしょよく分からないけど小冊子としていろんなダウンタウンブキングパンダとかがついてればいいわけでしょそういう形でね出せたらすごいいいよなって気がするんですけどね。いやあ、思い出した、そうだこれミュージックボックスだ、このコーナーでは皆さんからの思い出の曲のリクエストとでっち上げた当時の思い出、そしてあなたの覚えてる限り歌詞を書いて、送って、いただいております。はがきの宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からクソミュージックの係までです、パソコンと携帯電話からも投稿できます、パソコンからは TBS ラジオのホームページ、そして、携帯電話からは TBS ラジオモバイルにアクセスしてジャンクのサイトに行くと投稿フォームの方がございます。それで今日はお別れにまた一曲ね、お別れに一曲聴いていただきたいと思います、奥田民生でトリッパー。面白い小話を一つ。普通よ、人の頭叩くとポコッとかガスッとか音がするけど、お前の頭叩くと面白い音がするんだってな。俺自分でも分かんない。ちょっと叩かしてみろ。せーの、ベイブルース、ベイブルース、お面白い音すんな。ベイブルース、ベイブルース、お前面白い音、お前おい、落語リハビリ。さあということでですね、まあ世の中落語ブーム落語ブームと言っておりましたら、TBS ラジオの方でも男子師匠の番組ね始まるんだよね。富山アナと一緒にやるっていうことで、さあ、A 六助を垂らし込んだ女がですね、今度は立川男助男子をうまくいけんのかっていう、そのあたりはすごく楽しみだったりするわけなんですけども、やっぱりこの落語ブームに乗らない手はございませんので、私もですね、昔もう今日を予見してすごい落語を一生懸命勉強してたんですけども、まあ途中でちょっと波紋みたいなことがございましたんで、なかなかこうおいそれと落語界に関わりある仕事はできないんですけども、まあここはやっぱりね、こう昔やっまたこう落語を一回思い出してできるようにしておけば、なんかこうお声がかかった時にもいいじゃないですか。で、いろんな落語をね覚えたはずなんですけどね、すっごいこう忘れちゃってるんですよね。で、まあ皆さんからですね、逆に変な話、こう聞く側に教わるっていうのは芸人として恥ずかしいんですけれども、ストーリーを教わってもう一回覚えようというコーナーです。でね、今週の落語はですね、粗骨長屋というね話です。で、僕が覚えてるのは3ポイントだけです。一つはなんかね、すごい人だかりが出てくるんです。すごい人だかりが。それからあとね、記憶があやふやな男ってこうやって出てくるんですね。それでね、あとね、死体を運ぶシーンが出てくる。この三つ、この三箇所以外は一切覚えてないんで。だからね、変な話ね、この三つのポイントを押さえてる、もう変な単なる新聞気分を送られて、伊集院さんこれ本物の粗骨長屋ですよ、なんて言われたら、信じちゃう。信じちゃうのはすごい困ったもんなんですよ。今日も、これが本物の粗骨長屋だと僕を納得されて、させてくれた人にはですね、名前の方を差し上げます。名前はね、そいや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 、ギバちゃんのすけ。そいや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 、ギバちゃんのすけがもらえますんで、頑張って教えてください。じゃあですね、一番最初はですね、ペンネームクッキング小早川。粗骨長屋というお笑いでございます。ある日、熊五郎が江戸の海岸を散歩していると、波打ち際あたりにすんごい人だかりができている。熊五郎お得意のやじ馬根性で見に行って話を聞いてみると、外国人の水死体が流れ着いたとか。とりあえずここに置いていくわけにもいかねってんで、力持ちの熊五郎が肩に担いで死体を運ぼうとすると、死体が息を吹き返した。ところがこの水死体もどきの外国人、自分の名前も身元もわからねえ、喋ることもできねえって言うから困ったもんだ。仕方がねえから記憶が戻るまでの間、家に置いてやろうじゃねえか。ということで、この男、熊五郎の家に厄介になることになった。
ところがこの男、何日経っても一言も発しない始末。唯一の手がかりは男が描いたピアノの絵ということで、試しにピアノの前に座らせてみると、こいつがめっぽううまい。いや、実際は鍵盤を 1,2 個デタラメに叩いてるだけなんだが、教養のねえ熊五郎にはうまく聞こえる。ともかく熊五郎は、ははん、こいつは有名な音楽家に違いねえ、うまくするとお礼がたんまりもらえるかもしれねえぞ、てんで治療をしたり身元を探したりと、前よりも手厚くもてなすようになった。そんなこんなで4ヶ月経ったある日、いきなり男が、今まで嘘でしたと喋り出すと今までの嘘でしたと喋り出すと、激怒する熊五郎をよそにとっととドイツに帰ってしまった今までの出費や手間暇考えると、どうにも腹が収まらない熊五郎けれども、ピアノマンのニュースが出た時に、俺の昔の友達がピアノマンの正体に違いない、暗くて塞ぎ込むタイプで精神的に不安定だったしとか、友達にクソミソ言われて取材が殺到してた、何の関係もねえキーボード奏者に比べればまだマシと思って寝たそうな、お後がよろしいようで。あのね、こんな話ですよ、粗骨のっていうのは。慌てもんだから、みんなね、みんな慌てもん、粗骨もんだから、もうちょっとこう、その、あの、こんなやつが出たよっていうニュースが入ってきただけで、あの、ピアノマン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 になっちゃうでしょ。で、逆に当のピアノマンは、やっべえ、これ、こと大事になってんぞというふうに思ってるわけじゃないですか。それ落語らしい滑稽さがあるんですけど、一個だけ気にかかるところがあるんですよ。これは、下手すると、ひょっとするとよ、本物じゃねえんじゃねえかなと思うところ。あのね、ポイントで人だかりありますよね。人だかりは確かに江戸の海岸に人だかりできてますから、ここはクリアですよ。クリアしてますよね。それから、あと、あの、記憶があやふやな男はもうメインで出てきてましたから、これもクリアなんですけど、死体を担ぐシーンが、熊五郎が力持ちだから肩に死体を担いで運ぼうとすると、死体じゃないわけだから、これ。ここ以外は完璧に江戸情緒あふれる作品だったんですけれども、どうやらこれは違うんじゃねえかなっていう感じがするんですよね。ピアノとかまたね、ラックコもわかんねえくせに、ちょいちょい前から高生の渡辺が神にピアノはおかしいんじゃねえかって、これおかしくねえよお前、ベートーベンとか弾いてたんだ、すごく古いんだよな、ピアノなんつうのな、古くからあんの、ピアノっつうのは全然問題は全然ないです、ピアノにはね。まああとのキーボード奏者のところは、まあ、あれですけど。続いて、ペンネームのりしろ。粗骨長屋というお笑いでございます。デブでおしゃべりのヒカルドンが江戸の街を歩いていると、なんだか人だかり、分け入ってみると一升瓶を片手の猫が、のまのまいえいえい、のまのまいえいえいと大人気ああ、あれは長屋のみんなの人気者猫モナーじゃないかと近くによると、江戸の豪商エイベアの若い衆が出てきて猫が見たけりゃお金を払え、うちの猫だと傲慢な態度。なんだよその言い草は、あれは長屋のみんなの猫じゃねえか、誰が見ようと勝手だろうと言い返すと、あれは野間猫と言ってエイベアの飼い猫だと追い返される始末。腹を立てたヒカルドン、よしゃいいのにエイベアの悪口を言って回った。しかもエイベアの看板娘あゆみの歌がパクリだとかなんだとか言い出したから、さあ大変。江戸中のブサイコ女から、あゆが孤独の中から紡ぎ出した光によって私は生かされてるのになどと棒でボコ殴りにされて息も絶え絶え薄れゆく意識の中、携帯電話に目をやると一通のメール、ガッツ安西ひろこからだったもう一度頑張ろうと誓うも、その日の深夜、長屋から大きな死体が運び出されていった。隣の住人の話では、アルファベットの小文字の A の家紋の入った着物姿の浪人が、刀でヒカルドンの首をインスパイアーと切ったとか今ではあいつのラジオが10周年寸前で突然終わったの、なんでだっけ、確か糖尿で死んだんじゃなかったっけかと、町民の記憶もあやふやだとか。お後がよろしいよ。よろしくねえやんな、まあ、全然よろしくねえ。まあね、エイベアはやりますよ。エイベアはそういう意味じゃね。だ浪人の言い分もわかりますけど、インスパイアですもん、全然ね。もう、で、インスパってらいいんでしょ、なんでも。ね、そういうことなんですよね。パッチワークみたいな曲売りやってね。そういうことでですね。なあ何に怯えてんだ、何に怯えてんだ、だって夜浪人が来てインスパーって切られる可能性あるから。おいじゃあですね、もう一個、ペンネーム JJ 専属ゾウリムシ、
改め T&C やボンバーノシン、あ、こんな師匠いたね。 T&C やボンバーノシン師匠だ。お侍の新右衛門はお殿様から浅草界隈の界隈がおかしなことになってるらしいんで調査をしてきてほしいと頼まれ、単独で調査に向かったが浅草について驚いた。人っ子一人いやしねえし、辺りはしんと静まり返っていた。なんでこれはと新右衛門町中を歩き回り、誰かいねえもんかと探し回っていると、雷門の前にものすごい人だかりができてるのを見つけた。新右衛門が遠くから人だかりに向かって大声で、おい、どうしたんだ、何が起きたんだと声をかけると、江戸っ子全員がゆっくり振り返った。なんだおめえら。新右衛門はびっくり。なんと振り返った江戸っ子全員死んだ目をしており、皮膚は腐り、刺繍を放つ化け物と化していたのだった。めーとうめき声を上げながら新右衛門に襲いかかる化け物たち。こいつはやべえ。走って長屋に逃げ込む新右衛門。すると長屋の中に瀕死状態の若い衆が倒れてるではないか。おい、大丈夫か、江戸は、浅草はどうなっちまったんだと尋ねた。すると若い衆は、ここ最近体が痒くなる変な病気が流行りだして、俺もなんか痒くなってきて、それで松五郎に噛まれて全身が熱くなって、で畑に出て思い出せない、噛まれてと、あやふやなことを言って死んじまった。唖然とした新右衛門は、一体どうしたんだい、こいつの死体を奉行所に持ち帰って調べる必要があんな。新右衛門が若い衆の死体を江戸の入り口まで運ぼうと死体を担ぎ歩き出した。しかししばらくすると背中に激痛が、いて、なんだい。なんと若い衆の死体がさっきの化け物と化して新右衛門の背中に噛みついていた。なんだこの野郎。なんとか死体を振りほどいたが、化け物はまだ襲いかかってくる。絶体絶命の新右衛門、すると突然化け物の頭部を一つの銃弾が撃ち抜いた。バーン。新右衛門が銃弾の飛来した方に目を向けると、そこには謎の金髪美女が。体験版はここで終わりです。ここから先は製品版でお楽しみください。お後がよろしいようで。これ聞いたことあんもん、俺聞いたことある、これ間違いないわ、これ絶対底つながりだわ。そうだ、人だかりもできてたしさね、それから記憶あやふやだったもんね、すごくね、それから死体も担いだもんね、これ完璧だわ。ただな、体験版っていいとこで終わんね、なんだよ落語の体験版ってよくわかんないけど、体験製品版でね、楽しめばね、それはそれですごくいいですからね。これかな。これやっぱり俺の聞いたバージョンは新右衛門じゃなくて、それ使いのものがレオンっていう名前だったけど。ね、ということでですね、じゃあ今日はですね、そいやギバちゃんの助の方はですね、2個目の名前ですよ、 JJ 専属ゾウリムシさんに差し上げます。曲を挟んでその後はですね、新たに思い出したい落語についてお知らせします。曲サーフェイスリスタート、岡村孝子で粉吹きまたぐらうどん食べでした。それじゃですね、来週聞きたい、来週思い出せないの、まだまだ落語で本当に忘れ、大体思い出してきたんですけど、一個ね、こんな話があやふやなんだよね、あったかな、ジュゲムっていうジュゲムっていう話なんだけど、これはね相当通好みの話なんで、よっぽどね落語通の方しか分かんないと思うんですけども、俺が覚えてるのはね、今日も京都で3カ所なんですよ。それは思い出せないですけど、何かに名前を付けようって話なんですよね、何か、うん、あのね、 JR に代わる新しい呼び名を付けようみたいな話をして、黒柳徹子が余計なことするけど定着しねえみたいな話だったか、子供が生まれたら名前を付けようか、多分どっちかだと思うんですけど、何かに名前を付けようって話なんですよ。で、あの2つ目はね、その名前をね、本から丸々パクっちゃうんだよね。なんかね、無料受教っていうありがたいお言葉の書いてある今日の本から、こう、ことぶき限りなしと書いてジュゲムっていうね、あのフレーズから始まり、それをずらっとジュゲム五行のすり切りみたいな、なんかゼニタムシに陰金タムシみたいなの全部つけちゃう、だったか、もしくはね、ハンバーガー、チーズバーガー、ビッグマックにフィレオフィッシュ、エッグマフィン、チキンタツタ、アップルパイは当店では、扱っておりませんみたいな、そういうようなやつを、なんかの名前につけちゃうんだよね。あのアップルパイは当店ではあの扱ってないとかあんのよ、あんのね、あんのね。それでなんかで最終的には、あのこの名前のせいで、あのなんか面白いことが起こって話は終わりなんだよね、確か。
確か俺が覚えてんのはこう子供が同士が喧嘩して受験部受験部五校のすり切れ会社理事うんぬんに殴られたんだって言われて、どこ殴られたの見せてみろって、コブができたよっつってんだけど、見たらあんまり名前が長いんでコブが引っ込んじまったみたいな終わり方だったか、確かドライブスルーに行って、最初にこう全部注文した後に、領収書くれっつって、おあてなわっていう時にハンバーガー、チーズバーガー、ビッグマック、ヒビレオフィッシュ、エッグマフィン、チキンタツタ、アップルパイは当店では取り扱いしてませんって言って、ものすごい量のファーストフードが来たんだったら、どっちかだと思うんだけど、とにかくですね、3つさえクリアしてりゃ何でもいいんだよ。結果ね、で、それをみんなでこうずっと伝承していけば、それがいつか古典になるのさ。ということで、おはがきどんどん待ってます。なんじゃこりゃ。ワード予測、俺流。ワードチェックせよ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 。はい、携帯でメールを打つときにですね、もう頭の二文字入れたぐらいでよく使う言葉が候補になってずらーっと出てくるですね、ワード予測機能、まあ、これ便利なんですけれども、本当に頭がいいもんで、その人その人でよく使うワードってのは全然違いますんで、その人その人の個性が結構出るんですね。例えば、たけなんで、たとけ打っただけだと普通はたけしくんとか武田さんとか出てくるんですけど、杉村代議士の場合は、武部さん、こんな答え方でよろしいでしょうかとか、武部さん、フェアリー Z の欲しいって言っていいですかみたいな、そういう武部さんに指示を仰ぐようなやつがいっぱい出てくるんですね。皆さんの携帯はどんな文字を入れるとどんな候補が出てくるか教えてくださいというコーナーです。本日は紹介します。まずはですね、ペンネームスケルトンパワー、たい、大変、体脂肪、逮捕しちゃうぞって可愛くは言わないね、実際の父兄さんは。まあ、獄中から打ったやつですけどね、このメールは。獄中から打ったメールが登録されてるんだと思うんですけどね。ラジオネーム、異邦人。ち、小さいよ、ちよ。懲戒。長女。チョコベビーは肛門に詰め終わりましたから次のご指示をお願いします。まあしばらくメールで来てたんでしょうね、おそらくね。いや、今時のあれらしいですよ、SM クラブの放置プレイはメールで来るらしいですからね。放置されたっきりずっと着信させられるらしいですよ。肛門にバイブにしたままの携帯を差し込まれたまま正座させられてて、ブル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 って来たやつを見て、あ、次これしなきゃいけねえんだみたいなやつが来るみたいですから、そこでしょうね。ただなんでしょうね、多分放置しながらこう携帯持たせて出てっちゃうじゃないですか。最初は裸で正座って書いてくるわけじゃないですか。で、2時間ぐらい放置した後にチョコベビーを肛門に入れろと。で、その後ね、4日間音沙汰がないんですよ。それでいて何度も送るんですけど届かねえみたいな。続いて、ペンネーム便所。ほ、う、豊作、放り込む、包茎じゃねえよ、ルーズソックスだよ。どんだけ包茎なんだよ、それ。匿名希望、お、り、オリンピック、オリハルコン、オリコン史上初ガールズバンドで初登場第3位ってなんだよ、なげ。最近こんな多いよな、何々チャート限定で初登場で何位は初とか、そういう限定してそら初だろみたいなやついっぱいもんね。続いて、ペンネームバイト店長。たは、たわら、たわし、たわむれにアナルに入れたヤドカリが俺を持ち上げるほど大きく育つとは。
あの時は思いもしなかったな。でかいな。ちょっとしたスライムナイトみたいになってるわけだろ。なんかそのドーンつって、でお前そんなヤドカリばかりお前ねすごい褒めることないよ。お前の快適さみたいなものだよ。基本的にお前の住空間としての快適さみたいなものが彼を伸び伸び育ったんだと思うよ。ラジオネーム異邦人、たい、体操、たい焼き、太陽の塔は保存されたけど、あの万華鏡はあっさりぶっ壊すらしいよ。もう高木が木槌を持って待ってる人だ。高木がもう今すぐに木槌を振り下ろさんばかりだって。最終日にもうぶっ壊そうですだって聞いてるからね。そうだよ、言われれば太陽の塔とは残ってるよな、ずっとな。あれ残んねんだろ。残るとは聞かないよな。ということで、まあ本当に携帯見てね、2文字打ち込んで、あ、こんなの出ると思って書いてくれれば結構です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、ワード予測の係までお待ちしております。本当にごめんなさい。ごめんなさい。だけが鳴っていたとさ。ということで丸10年これでやりきったってことでございますよ。もうこのね、あの10年間あの一つのラジオ続けられたっていうことは、もうひとえにこう今お聞きいただいてるリス、あ、ごめん肛門に、あ、でっかな肛門、あれ、いや iPod なの出てくっかな、これ出ねえか、無理か、出ねえな。あ、どこまで行ったっけ。10年間ね、こう一つのラジオを続けられるってことは深夜放送のようで本当に珍しいことなんですよ。で、これがなぜ続けられたかっていうと、一重に大子出んじゃねえかな、これな。角が丸まってるところ、買ったばっかなんだよな、 iPod な。ちょっと当てたらチュッと入っちゃったんだよな。出ねえかな、これ。出ねえや。いや本当に今日でね、10年ですよ。10年一昔っていうことは一つの時代をやらせてもらったっていうことなんですよ。でもね、これにね、こう満身ソニーのあのメモリーウォークマンの方にしときゃ簡単に出たんだと思うんだけどな。 iPod 四角いからな。これ逆にうまくこう絞って上からで出ねえかな。あ、逆にあれにしようかな、ヘッドホンの方も吸い込んで中で、でもあのホイールパッドみたいなの回せねえもんな。でも俺直腸の力で回すこととか無理だもんな。うんこは出るの、うんこは出んだけど iPod ナノの方が全然出てこないんだな。これアップルのサービスセンター電話したら出し方とかあるかな、もしくは専用工具とかあるのかな。相当の人数、特にアメリカ人はやってると思うんだよな。 iPod だの肛門当たってうちに吸い込んじゃったっていう肛門か。でもレントゲンであのフォルムが出た時に肛門科の先生絶対言うんだろうな、何の曲入れてんのって。ずっと置いとくか、あと10年ぐらい。もういいか、忘れようか、忘れようか。